ありがとうございます。もう今日はね、今の環境武器たちをメタメタにメタれる武器持っていきたいさ、こちらラピエリなんですけど、今ボトルやらとこのロングやら、まあ、デンタルも入ってくんのかな、なんだかんだみんな強いって言ってるんですけど、そこら辺全部メタれます、この武器。あと鉛筆とかはメタれるんだけど、まあヤグラにはいないかな。なのでちょっとロングボコボコチャンネルでやっていきたいんだけど、ハンドロングブラスターとか、いやまず射程で勝てるんだよな。とりあえずもう自分から前詰めないで、詰めてきた相手の爪を剥ぐ感じで、でこれで、やばい、ガエン、ガエンは環境じゃないだろお前、帰れ。なんだかんだ俺ガエン動画にしないからな、なんかむずいわ。思ってたより弱かったガエンっていう武器、なんだろう、ジェットスイーパー2のジェットスイーパーみたいな感じになるかなと思ったら、インク効率カツカツすぎて、えマジなんか給料日前みたいな武器なんだよあいつ。カツカツのカツチャンネルで、おーナイス、デンタル飛んでない、オッケー。これ左じゃん、はい、パキスタン、パキスタン、オッケー。3発目パキスタン、ちょっともったいないね。あいつはラインマーカーでライン越えしたいよね。やれね、左高もいる。ちょ、ラインマーカーどこ行ったの、ビヨンヨーンって飛んでったよ。はいはい、あーもうインク、俺がインクカツカツおじさんだわこれは。はい、ここで維持をすることによって、はい、ペチペチ当ててはいる。あ、オッケー、パキスタン、あ、パキスタン2、おお、なんかよしよしよし、やっていく。いいですね、ラピッドブラスター。こうやって後ろからネチ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 するのがお得意な武器なんで、マジで俺みたいなやつが一番使った方がいい。ネチ降りてる、今か当てて、はい、ナイス、カニトゥンク、ありがとう。はい、後ろからね、はい、ペチッつって、はい、もう自分からは行きませんよ、こうやって。もう相手が近づいてきたら逃げるだけの簡単な武器、簡単ではないが、もういいんだね。逃げまくって、はい、ペチペチ唾を飛ばしまくる、ペペペ。実際ラピね、今どのルールでも本当に強いと思う。エリアとかでもかなり溢れ返ってる人は、大会とかでよく見るんだよ、ラピエリ。しかもこっちの方ね、メガホンの方っていう、俺個人的にはラピ無印ポイズンとあれかな、吸引器だっけ、やばい、やるねの方が強いとは思ってるんだけど、まあこっちの方が多いね。まあ使いやすいんだろうな、ラインマーカーが。意外に一番ラインマーカーを使える武器。危ねえ。でかっ、ケツ、ケツと、お前の頭は俺のケツでかっ。ちょっと、え、何、ちょ、まあ、この人なんか ラグかったんだよ、ラガービールだったんだよマジで。海外の人かな、お前さすがに今のはあかん、ちょーでかすぎてびやばっ。まあ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 、ちょっとロングには気をつけよう。あいつはビールだ、ラガービール、マジで。そうだよな、遅いもんな、名前がもう、そうよな。はい、はい、ジェッパー、オッケー、ヴィンセントもいる。22枚進んでる、オッケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっと、マジでロング怖すぎる。なんかちょっと怪しい顔はしてたよ、あいつ。怪しい顔してたら、ちゃんと怪しかった。さあ、はい、当ててる。頼んだ、そいつは。当たらん。どうも。ヴィンセント、そこにいられるとめちゃめちゃだるい。ただ、左高、この圧倒的射程。もう届かんもんな、お前らは。長すぎる射程が。さすが超射程枠。マジでね、ボトルよりも長いんだよ、爆風込みだと。で、鉛筆とかも意外に射程で倒せるんで、本当にロングとかはね、はい、メタれますと。引き打ちしてれば、生き残りすぎ。動きやばい。消えるんだけど、あいつ、戦場から。いるね、ナイスナイスナイス。いや強いっすね。どうすか皆さん、ラピッドブラスエリート、なんて言ったってエリートだからなこれ。まあラピッドブラスターなんかひどいよね、ラピッドブラスター普通のと分け方がエリートって、なんかあっちがねノーマルみたいじゃん、なんかそういうのダメですよご時世。みんながエリートみたいな感じでやらないと。ラインマーカーがビヨヨンマーカー、あい、ビヨヨン、オッケー、いってらっしゃい。食案だ、ここいる、ロング、コアロング、ちょっとコアロング、マジでやばいやばい、これは俺のエイムが悪い、これは俺のエイム。ナイス、いき入れる、もう一個いるよ、ここどこ行った、そっちか、えおフィンフィン届くの、どうやな、おフィンフィンは強いですからね、俺は大好きな武器、おフィンフィン。これは徒歩で行って、まあもうあと30秒なんで、守る、遠藤守るのお母さんにでもなります。はい、ゴッドハンド、マザーゴッドハンド、はい、マザゴン、はい、ナイス、オッケー。まあともうヤグラ乗せなければ勝ちなんで、よっ、マジでラピッツで、はい、
もうそいつもやって、はい、キルを稼いでいく。モリモリモリオガイ。ナイス。そう、やっていこう。ロングいるってことは相手にもロングがいらっしゃるね。オッケー。もうね、俺ロング、ロング使いを全員引退させるために、ゲオ、そこら辺のゲオに行かせるためだけにこのスプラトゥーンやってる。この武器を持ってる。さあ、行っていこう。まずは、まあ、ロングのついでにね、ハイドラとかもゲオ行かせる。無理だ。ドラドラしてる。あいつがドラドラしてる。エルドラゴ。懐かしい。手で回しても勝てる。グレイブレード。メテオエルドラゴね。あ、ジェッパに続いてあやかって、あやとりでもして前に行きます。おいやー、どすこいどすこい。あ、さささ、あ、さささ、あ、さささ、さ。よし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 。ナイスすぎる。もうこれここ取っとけば勝てると。ここがね、今日からの俺の寝床です。寒いよ。はい、はい、ライマーカー、メガホン、ペチペチ、もうここからペチ妖怪、あー、ナイス、ペチンオリンピック、はい、はい、ナイス、オッケー、で、よいしょ、どうも、さあ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 、打開ですが、思ったよりカウント進まなかった、あんま左インド強くなかった可能性がある、やばい、やめて、逃げますよ、これやれたらかっこいいが、逃げるは恥だが、恥です、はい、どうも、アペ。よし、ここら辺いるよな、ボーン。ほら、いる、誰か、スーパーヘルプ。いるいるいる、もう、おい、出てこい、お前。おい、パキ。おい、なんだこいつ、ダルメシアンか、てめえは。おい、マジで、行きたくなさすぎる。いや、うめえんだけどな、めちゃめちゃいい意味で、うめえ。いい意味しかねえよ。あー、だるい、ローラ、いいや。もうハイドラを倒しに行きます。あ、やったやったやった。はい、でヤクラも、はいはい、最強。もう射程意識外から飛んでくる弾、最強で、はいはい、ローラいる、まだ下がってるよね。オッケーオッケー、一回ヤクラ取れた、まあ、リードはされたけど多分勝てる。俺がもうメタメタにメタリカすれば勝てるんで、はい、あ、ローラさん、はい、こんにちは、はい、こんにちは、しょい、よっしゃ、オッケー、あ、ナイス、やばい、バレたー、バレリーナ、ナイス、バレリーナ、オッケー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 。で、ちょっとメガホン早かったかもしれないけど、お前の未来はない、言い過ぎ、あー、全然未来ある、逃げてる、あいつら余裕で逃げてらっしゃる。ここ いるいる、逃げまーす。はい、イカ速の強さ、今イカ速 1.2 なんだけど、もう逃げるもんね。はい、運だけ直、はい、運ちで、これね、ナイスナイス、あ、リード入ってる、強っ、陰キャすぎ、やってることで、こうやって下からペチペチペチって、やばい、この武器、やってることキモすぎる、ラピー一番キモいかも、全武器の中でやば、ペチ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 、こうやってもう相手が届かないところから、もうなんかネット掲示板と同じだね、匿名でペチペチしてるみたいな感じ、最悪だ、もうこの武器最悪だ、2チャンネル武器、おいおい、よいしょよいしょ、はいはい、やばい、特攻しすぎて、ただもう戦わないよ、俺イカ速で逃げるもんね、イカ速の強さじゃ、ほい、エイムが悪い、エイムが悪い、エイム悪すぎて、ネイマール、オッケー、ナイス、でこれローラーかな、おい、マジで今イカ速の強さは出たよね、ああいう感じで対面拒否もできるから、オッケー、飛んできなさい、どうも、なんでバレた、さあさあさあ、あ、いるいるいる、ローラーローラーローラー、おい、はい、あ、強い、あ、なんか飛んでる飛んでる、助けて、やばい、俺のこと狩りに来てる、狩れませんよ、にょにょにょ、オッケーオッケー、よし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 、強っ、ラッピーがプルシに強いわ、これ、はいはい、いやー、あいー、はい、マントルなのかヤスコなのかわかんねえ、あいーが出た、あいーやばい、楽しすぎる、ラッピー、おお、ちょっとあれだな、ちょっとだけ相手の足元狙った方がちょっと取りやすい気がすんな、ロボットなんかじゃ私の位置はどかせませんわよ。あはははおお、やばすぎる。あ、来る来るよな。はい、クリーナな。おい。おい。どうも。よーし。強すぎる。いや、これでいいな、ラピー。マジで。自分から最前線に行くんじゃなくて、味方が戦ってるところを FF が行くわ、失礼しますつって、ぶん殴りに行く。ぶん殴ってはないな。マジで輪ゴムを飛ばしてる感じ、一番キモいよね。はいはい、逃がしませんわよ、ナイス。さあ続いての環境武器はどちら様ですか。いないな、え、いないな、まあまあまあ、フルイド、フルイド、ちょっと環境入りか知らんけど、いいんだいいんだ、
むしろこのラピーね、あいつノンエリート、ノットエリートなんで、このエリートに任せなさい。なわけねえだろか。パキンパキュン、オーケー。ちょっとラピとの射程のこの差を思い知らせたいが、ちょっと逃げる場所がない、帰る場所がありません。はい、ラピね、トーピードだろうが、はい、ここね、はい、もうお前の射程じゃ俺には届かねえ。はい、逃げますダサいるが、はい、よいしょ、ナイス、オッケー、いいねいいねいいね。で、この左手が、左手が先のやつが切る、2発、これやれるわけないよな。で、フルイドなんてね、もうラピ、ヤグラだったらさすがにラピの方が強えよ。お前は、はい、もうサブで倒しちゃう。お前にメインなんか下さん。下りも乗る乗る乗る。左いる、待って、ハンコ倒せる、倒せた強い。あれか、脇を狙えばいいのか、ハンコは。熱いね、おりましたよね。まあまあまあ、左いるが、はい、これしたいんだよな、左下。これどうやって倒そうか。ナイス、もう俺が手を下すまでもない。うい、あそこいる、どうも。はい、古いと強、マジで強い。ラピが今、ラピ熱いな、本当に熱い気がする。おわ、一発何ダメージだっけこれ。35とか、まあ、でかいよな。なんか直撃が85とかなのは覚えてるけど、やっぱりなんかいる、ラピ。あい、ナイス。あいつは、ちょっと待ってよ。もうこのね、自分からなんか、めっちゃ倒しに行くわけじゃなくて、本当に後ろから、陰キャ戦法。マジでドラえもんのスネ夫的な感じ。一生その味方の後ろで、ネチネチ言ってる。相当キモいですね、スネ夫。スネ夫ガチ恋でいたらごめんね。スネ夫キモいわ。おい、スネ夫マーカー。もう、曲流したい、スネ夫の。いる。俺逆に左から行って絶対もう OK。 あいつ、いい、こっちを見てくれればいい。ナイス、ノックアウトいけるぞ。あいつらじゃ止まんねえ。ナイスナイスナイス。あとハイドラッシュ、ハイドラ正面いたやつだっけ。はい、ちょくった、強すんぎー。ナイス。さあ、やからやっていきたいが、編成、お、これに勝てれば本物だね。ロングボトルが共存してる。なんならイグザミナーとかも割と環境だから。これに勝てれば、マジのラピッドブラスター、メタメタ武器。勝てるわけがない。ちょっと初動で、待って、ごめんなさい。ちょ、誰も当ててねえじゃん。初動でボトルに絶望してしまった。勝てるのか、果たして俺は。いや、いけるよな。射程は俺の方が長えもん。ただ、キル速は、断然あっちの方が早いんで、俺が2発撃つまでに3発ポポポポーンでやられたらもう終わる。そりゃ AC ジャパンもボトルガイザー応援するわ。で、あ、やばいやばい、もうやめてやめてやめて、本当に、うん、ま、こっち向くな。これでこの段差下のポニョ、段差下のポニョが、ラピッドプラスターペペペス、あいつ、あー、オッケー、勝てます勝てます、ボトルに。いい、これでいいわ。なんならもうこうなったら強えな。で、このバルーンを、バルーン使って、あ、これ、肝打ち、肝打ちすぎる。肝、これ、肝すぎて人間やめてんだけど。やってることやば、ちょっと、ああ、オール入った。え、ちょっと、ウィンターでもするかよ。すいません、本当に。さあさあ、やっていきたい。入って、おお、これはマジで勝ちたいな。お前らみたいな編成を倒すために、俺はこの武器を持ってきた。これが一番のボスだな。ボスラッシュ。ボトルロンロンはやばい。倒しがいがある。はい、ちょっとガチ集中するわ。マジで、こいつら、生かすわけにいかないからね。いや、マジで、俺はこいつらにゲを生かせたい。え、もう、ラピとか倒せねえじゃん、くそーっつって。逃げれんだよ。もう、そういう勢いで、ゲオに生かせる。絶対頑張ろう。で、しかも何がいいって、こいつらがダウンロード版だった場合、スイッチまでも売らせることができる。どういう実況者だ俺や。こんな実況者いてたまるか。いや、やばいね。こっち来る？あ、来ないよね。もうここ、え、来るね。あ、来ないよね。さあ、こっからどうしようかって話なんだけど。やばい。ボトルは、勝てちゃう、勝てちゃうかな？あ、惜しいね。今の勝てそうな顔してた。降りちゃったね。降りたらもう俺の的だよ。おい、ラインマーカーがテクイ。
いるわ。いやでもデオ強すぎ。無敵スペシャルを持つなおめえみたいな強武器が。マジでテオだる。はい、さよなら。あ、終わり。あ、もうケツをボコボコにしたぞ今。いや、前行ってくれてるんだよあいつを。ジャンプっちゃちょっと乱数が。悪鬼を0点にしか積んでないんだよな。まあ十分だと思う。それで当ててる。あいつよ、バック風でかいね。いや、勝っちゃうよ。おい、お前ら、ロンロン学校、マジでボコボコにする。実際できてる気がする。ラピを持ってきた意味がありますね。オッケー。メガホン。メガホンいいわ。なんか、直一発でやれるようになる。削れてるから。いやー、強い。相性いいんだな、ラピって。メガ、おー、でかっ。メガホンとラインマーカーが、マジで相性いいわ。発表ドラゴン来た。好きなスプラ武器を発表します。ノーチラス、パブロ、なんだ、あと、寿司コラ、なんか、パージがやたら早いカーサス、正式名称がね、ほんで、あ、なんだっけ、張り替えなんたら傘、オツみたいな。で、オツって煽られてるからね、あれ。だって、ポイズン着地だもん。それ煽られますよね。マジで正式名称わかんねえわ。はい、はい。あぶね。ナイス。おい。おお。おい。おい。やばい。これ勝たないと、こいつらにゲオは行かせるね。あー、勝っちゃうんだよね。待って、ペチってる。お前、なんだ、なんだ。よし。いや、マジでメタれてんの楽しいな、これ。よかった。今日ラピの動画でよかった。なんか、ラピの動画だからこそこんなに、ちょうどいい敵が来てる。これは、みんなもラピを持った方がいい。ちゃんと勝ててる。いや、飛んでこい。はい。はい、最強。ロングとか短いから、ロング名乗んな。ショートブラスターとか言っとけよ、お前。真のロンゲストブラスターはラピットなんだよ。はい。あ、そう、カモ突破してるか。熱。おーい、ナイス。さあ、やっていこう。ザッパありがてー。てか、おー、いい。あ、ラピエリ。よし、これが頂上決戦だな。このラピエリ、やっぱね、今まで、ボトルやら、ロングやら、散々メタってきたわけですよ。で、もうメタの頂点にあるのがラピエリ。そのラピエリを倒すことで、もうこの幕引きができると。この物語を終わらせに来た。誰お前。誰だお前。すんげえ突然くんな。よーし、ちょっと倒そうか、ラピット。お前、ちょっと最終決戦だ。オッケー、とりあえずワンやり。オッケー。ただ、必戦のカバーがついた。ナイス。勝ちたいね、これ。マジ、なんか、トーナメントの決勝みたいな感じ、今。よし。当てた。なんかいる。長すぎ？ラピー。お前、逃げんな。なんか、あそこにラインマーカー引っかかんだけど、さっきから。何あれ。微妙な段差がある、あそこに。ほら、相手も。あれ、60度みたいになってたね、今。鋭角だった。これ、登りたい。ちょ。はい、取りました。ラインマーカー合戦始まってる。そこ狙えないんすよ、僕。あー、ありがとう。マジで、下の敵は狙えね。はい。この細い道のラインマーカーが強いんじゃ、痛い。左いる。どうも。やれそうな顔してるが。どこ行くお前。来るよな。おい。なんだお前。おるれ、もうメガホン使っちゃおう。お前、危ねえ。危ねえ。よし、ナイス。いける、ノックアウトできる。ゴー。やれる。全然やれるわけがない。はい、必戦も。やれた。よし。危ない。よいしょ。当てた。あ、もうだから、そこの下降りないで。マジ、俺が無力になる。当ててる。はい、ラピ対面全勝ち TV。熱いね。いるんだよ、これ。下に。ジムがいるが、2発でそう逃がしちゃうんだよな。まだいる。ここいる。まだいる。絶対いる。あ、危ねえ。あー、ありがとう。よし。助かった。ナイス。メガホン強えわ。どこに敵がいんのかわかんのか、熱い。あ、やばい。こいつら俺のメタを知ってる。左下にばっか行くんだけど。やった。はい、やれる。強え。壁裏ヘイゴロをやれんのが熱すぎる。後ろいんな。ナイス。
よし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 。まあ、センサーもつけといて。ラインマーカーのセンサーね、弱いのがあれなんだよ。ラインマーカーを投げた瞬間からセンサーの時間始まってるから。ラインマーカー投げて、ああ4秒後とかに食らったら1秒ぐらいしかセンサーつかないんだよ。めちゃめちゃ弱いそれ。え、勝てる？あ、飛べば勝ったじゃん今俺が。ごめんなさい、もうあのメガホンの押す分けだけしとくわ。はい、いやいやいや逃がしませんよ。はい、オッケーオッケー。一戦はこっち来んの？めっちゃ来るやん。はい、ラインマーカー、おう、ラインマーカーも上手くなってきたね。やっていく。オッケー。なんだお前、来んな、来んなお前、やめて、なんだお前、残った、おお、ナイス。なんならヤグラ住んでる、いける、乗っかっていける、マジで。おーらららら、ナイスナイスナイス。あち、これは相手間に合わないでしょう。ナイス。いやマジでラピ強えわ。ということでラピエリ派の人は高評価、ラピ普通の派の人はグッドボタンお願いします。チャンネル登録お願いします。おじゃの